こんばんは、来たよー。いや、ちゃんと45分に入れましたよ。でも今日はギリギリでした。ギリギリ毎日アイドルですからね。ギリギリのね。皆さん、やっほい。こんばんは。焦った？みんな焦ったでしょ。私も焦った。うやべやべ、忘れてた。忘れてないんですけどね。忘れてはないんですけど、ちょっと予告入れるの忘れてた。申し訳ないで、皆さんをびっくりさせてしまって。選抜おめでとう、ありがとう。 ありがとうございます。ドキドキさせないで、申し訳ないぜ。お疲れ様。いやいや、こちらこそ。お疲れ様です。初見です。お、ね、みのるさんかな。ありがとう。寝るところだった、申し訳ないぜ。遅刻して途切れると思って。いや、私もいや、45分に始めてね、もしね、毎日アイドルで続かんかったらやばいと思って、ちょっとだけ早く始めました。キャッキーさん、ありがとう。セカンド発売嬉しい。お、ハッチャンさん、ありがとう。ね、皆さん、ぜひセカンドシングルよろしく。今日は頭の形がミチュに近い。え、本当？頭の形がミチュに近くなることは一生ない気がするけど。そうなんですよ。ちょっと私、頭はちょっと大きめなんで。のトロ45分開始された。そうなんですよ。だからちょっと44分くらいに始めたでしょ。前髪ね、そう、選挙の時切ります。23時40ん43分44秒開始だから継続。そう、ギリギリ SNS してないんですよ。モバイルメールはしてますので、よかったらモバイルメールお願いします。 この配信見終わったら、お、トロメールで返信書いて45分は知ってるよ、ちゃんと。なんか一回誰かがね、ギリギリ15分できなくって毎日やると途切れてたから。夕方以降にトロメール書いてないです。シティオジェルメンバーってみんな大きい。身長？え、でも、確かに平均身長高いかも。私はそんなに高くないけど、私158.5なんで。そんなに高くはないですけどね。トロメール迷っちゃう。お、迷ったら行動ですよ、皆さん。最近モバイル取り始めました。お、ありがとう。1分でもやれば継続やと思う。そう、15分にしないといけないですよ。耳が見たい。耳。同じ AB 型。お、イエーイ。AB 型どうも。おへそが見え、見せんわ。瀬戸内巡り、セカンド、ね、セカンドも瀬戸内巡りできたらいいですけどね。したいですよね。広島でも握手会があればいいんだけど、個別握手会とか。お腹見せたらバンされる。え、そうなんや。 AB 型って変な人って言われる。AB 型は変な人って言われるけど、私は変な人って言われたことないですよ。
といろんなとこ行った方がいいね。ね、行きたい。うん。ね、関東がね、多かったから、ファーストの時は。セカンドは、許します。したいです。え、なんでみんなえって言うの？俺、聞いてない。いやいや、聞けて嬉しい。笑った顔かわいい。ありがとう。うん。私が好きだから、トロさん変な人。え、嘘、それは嘘。イヒヒって笑うようになった。え、前までイヒヒって笑ってなかった。 今までなんて言うん、なんて言う、笑ってたんだろう。お姉ちゃんどんな靴下履いてる。靴下履いてない。今ヒシはさすが、ヒシって笑ってなかった今まで。ヒシっていうのは笑い声じゃないよ。ヒシって言いたくなるの、口癖でしょ、これでしょ、これ笑ってるわけじゃない。うわ、臭くないわ。みちのつった、みちはえへへへって笑うくない。えへへへへかな、いろいろ笑うからわかんない。今日黒ずくめ、いや、下はね、ニャイキですよ。ニャイキ T シャツ。今日もね、私ね、今日不審者だった、完全に。今日私もうね、今メイクしたの、今メイクして今髪の毛やったの。さっきまでね、もう起きたまんまマスクみたいな。いや、ほんとやばかった。うん、不審者のことも。いや、ほんとさっきまでね、マジ眉毛もなかったし、セカンドどんな曲になるね。確かに、先発おめでとう、ありがとう。それでよかった。いや、もう人前にさらせる顔ではなかった。うん、元から不審者じゃないわ。ショールームのためにメイクする、いや、するでしょ。それはさすがに本当に、あの、可愛い可愛くないの問題じゃなくて、人としての身だしなみだったと思う、さっきのは。うん、最近かったなと思って、申し訳、ちょっと誰かに見られたら嫌だった。嫌だった。うん。髪の毛だけでもとりあえず直した方が良かったかな。もうほんと前髪ほんと、さって感じ。髪が、顔じゃなくて、顔はもういつもなんか朝配信とかで結構すっぴんはさらしてるから、まあまあ全然大丈夫なんですけど、もう、まあいっかって感じなんですけど、まあよくないんですけど。髪の毛は、もうなんか起きたまんまの髪の毛を結んでた感じ、なんか後ろでパッて結んで、前髪はもうさーって感じ。そういえばフーのこと笑ったの、なんて、え、笑った、いつ、いつ、テンション高いでしょ、ほんと。コンビニマスクする。まあ、新幹線の中ではもう寝てたけどね。新幹線の中で寝てた、それ。髪はサラサラだったんですよ、でも。そう、髪はね、いくらね、ボサボサでもサラサラなんです。髪のダメージを落ち着かせていいした。そう。トラミチココ伝説末ね、そうなんですよ。メンバー、そうね、まあこれからまあいろいろあるとしてもですね、そろそろ芸能人サングラスしようし、やだ、サングラスしないですよ。わかんないよ。ボサボサでもサラサラってなりこっこ、セカンド握手取る、お、やった、ありがとう。皆さんセカンドの握手会に来てね、頼みますね。福田におごりなさい。そう、わかりん、今日なんか200円か100円ぐらいしか持ってないって言ってた。うん、
もらい泣きするからなかなか、いやいや、ありがとね。120円マジか。あるよね、でもたまにそういう時、120円しか持ってない時って焦るよね。セカンドだけ楽しみすぎ。お、いや、皆さんぜひ会いに来てください。セカンドまでお子さんで差し入れて、あ、そうなんですか。セカンド取るのは買った方がいいか。お、よかったら来てください。常に1万以上持って、ああ、でそん1万以上は持ってないけど、なんか。1000円は持ってるかも。でも1000円なくなったら焦る。ちょっとなんかバスとか乗れなかったら困るじゃ ん, なんか。でもね、一回全く本当お金が300円ぐらいしかないのにコンビニで300円以上買っちゃった時があって、焦るよね、その時って。えと思って、えお金入ってたのにみたいな、思ってたより入ってない時ってあるよね。トロはかわいすぎて、それはおかしい、来てください。カードして、カード欲しい持ってないですカード。でもなんかあのコンビニのクーポン券、なんかなんていうの、 1000円の商品券をママにもらったんですよ、コンビニで用のやつを。それとあとなんか クオカードみたいなのを買ったから、クオカード買ったというか結構もらったやつをねずっと財布に入れてるから、それを使います。今度からそう300円払えんかった時ちょっとね話し、あと4、え警察に24時で、なんか私ねたまに警察に捕まる夢見るんですよ。だからね、ちょっとあんま警察には捕まりたくないなって思って。うん、おやすみ、バイチラ、お、バイチラポン。どのどれね、ゴールドカード。ないわ。ゴールドカード。シャキンチ。スヌーピーの中に、そう、300円入れてるのだから、スヌーピーのポシェット持ち歩いて、まあ今日持ってないんですけど、なんか、こう財布にお金が入ってないときに、違うとこに入ってたときの喜びやばいじゃん。そうだからその違うとこに1000円とか忍び込ませておいて、あ、1000円持ってたっていう感動を味わいたいんです私は。やばい、なんか捕まった時、この間警察に、あの夢の中でね、夢の中で警察に捕まった時に、なんで捕まったんじゃなくて、捕まる直前でなんかそれが無免許運転したんですよ夢の中で。免許持ってないのに車の中で車を運転したの、夢の中で。でなんか捕まってないよ本当は。でなんかそのやばい、全然運転の仕方が分かんないってなって、夢の中で運転できないって思ったら、後ろからミニパトカーの人がこうついてきて、でその人は追いかけてきたわけじゃないんですけど、私をなんか駐車場に入った瞬間にちょっとだけ免許証見せてもらえるっておばちゃんに言われたの、その警察の府警さんに言われて、アイドル人生が終わるってなって、夢が目が覚めました。マジで焦った、うん、マジで焦りました。うん、やべえやべえやべえって、つかまじアイドル人生終わるって思った、マジで夢の中で。危なかった、夢でよかった。じゃあちょっと男女呼びます。13位クーラーさん、12位コブリンさん、11位ヨシウさん、10位テキヨンさん、9位おやすみひーさん、8位はじりこさん、7位サイちゃんさん、6位カズリンさん、5位クマネパパさん、4位マナトさん、3位赤月さん、2位プリンさん、1位七七七さんでした。ありがとろー、まあ、待ってたある夢でよか、そうなんですよ。めちゃめちゃいい話で今日一日終えてるし、ほんといい話だった今、それあんまりよろしい話じゃなくない、トルブの悪夢イコかな、あ、そうイコかですよ。ありがとうございました皆さん、お手紙書く、お、ありがとう。じゃあ皆さんまた明日会いましょう、ショールームで。夢の話よくある、今日もいい夢見ますね。今日はいい夢を見て、その楽しい夢を皆さんに報告できることを祈って眠ります
捕まりません今日は。夢の中では、夢の中で、現実でも使わないよもちろん。はい、ということでありがとう。ギリギリで心配させてすいません。いい夢見ろよみんな、いい夢見ろよ。バイチャラポ。ふーちゃんアホな話してないよ。ありがとう。声が聞こえない、なんでや。よっしゃ、じゃあおやすみ。ありがとうロブ、おやすみちゅー。バイチャラポ。またね。